このスバ。おい、しばらくクエストは休むんじゃなかったのか？しかもなんでよりによって一撃瞬殺グマなんだよ。ダークネスのリクエストです。さ、文句言ってないで歩いてください。ったく、こっちは近々またクエストに行かなきゃいけないってのに。お、なんだ、他にクエストに行く予定でもあったのか？まあたまにはな。というか今日はアクアが妙に静かだな。悪魔臭いわ。どこか近くにいるような。さっきからずっと言ってますね。悪魔の匂いなんて私には分かりませんが。今はそれより一撃瞬殺グマだ。奮戦むなしく、あの鋭い爪で鎧も服も切り裂かれることを想像するだけで言いてくれよ。おい、ダークネス、一人で行くなって。アクア、メグミ、あいつを追うぞ。ねえ、本当に悪魔が。で、ちょっと待っててば。言ったかな、あの青い髪の人、悪魔の気配に気づいてるみたいだったし、用心しなきゃ。このままバレないように尾行して、カズマさんの実力この目で確かめさせてもらいます。さあ来い、一撃瞬殺グマ。貴様の一撃、私が受け止めてみせよう。ダークネス、そのままクマを引きつけてろ。アクアはメグミンを守りつつサポートだ。カズマ、私は爆裂魔法は撃っていいんですか？まだだ、タイミングが重要だからむやみに撃つなよ。おお、カズマさんが指示役で輝いてる。もしかして意外とできる人なのでは？で、あれ、青い髪の人がこっちに来る？おい、アクア、お前何してんだ？持ち場に戻れ！やっぱり気のせいじゃないわ。この辺り悪魔臭がプンプンするわね。女神としてはクマより先に悪魔をしばくべきだと思うの。安心しなさい、綺麗に浄化させちゃうから。ひぃー、カズマ、ダクネスが笑顔で混沌したせいでクマがこっちに向かってくるのですが、撃っていいですか？撃ちますよ。落ち着け、女神、今損撃で足止めするから。待てません、行きます。ちょーほー、エクスプロージョン。カズマ、カズマ、まだ怖くて目が開けられないのですが、クマはどうなりましたか？もう大丈夫ですか？うん、クマは森と一緒に蒸発した。目を開けてごらん、一面の焼け野原だよ。こんなに立派なクレーターができちゃって。また修繕費用請求されそう。危なかったわ。それにしてもスン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 、やっぱやっぱりまだ悪魔臭がするわね。どこに隠れているのかしら。一撃瞬殺グマ、見事だった。またあの重い一撃を食らってみたいものだ。死ぬかと思った。カズマさん、意外と苦労してるんだな。本人はなかなかできる人みたいだし、何かあっても頼れるかな。さて、次はダストさん。正直不安しかないけど、このスバ。あー、めんどくせえ。
少しはやる気出しなさいよ。これはあんたのためでもあるんだから。一匹でも多くジャイアントトードを倒して、少しでも多く借金を返しなさい。なんで金ってなくなるんだろうな。俺なんもしてないのに。よくそんなこと言えるな。昨日うちの店で結構な額を払ってたのに。しっかりした人と一緒にいるからか、より一層クズになってる気が。見つけた。ラスト行くわよ。ああ任せた。ちょっとしっかりしなさいって。こっちはあんたのためを思ってクエスト受けてんのよ。少しは協力する態度ってもんを見せなさいよ。だからクズって言われるの、わかってる？おい、わかった。わかったから後ろ。は？何よ後ろって。いやー！やめて！私、おいしくないから！リン！おい！大丈夫かよ！これはもう悲惨すぎて見てられない。ダストさんはダメだ。丁重にお断りを。いやだ、もうヌメヌメだし変な匂い。あれ、リーさんの声？ジャイアントトードが倒れてる！いつの間に！というか、ダストさんがこれを？お前、ヌメヌメになっても色気ねえな。ふぅ、早く帰ろうぜ。ちょっとダスト、助けてくれたのは感謝するけど、置いてかないでよ。よくわからないけど、ダストさんも戦力になるかも。このスバメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスバ。お二人とも作戦会議にお集まりいただきありがとうございます。が、なぜこんな街中で？仕方ないだろ。あの店で長居すると結構高くつくんだから。人通りが多いし、逆に目立たなくていいだろう。まあ、お二人とも理由はごもっともですね。では、ここで会議を始めましょう。私たちはいわゆる寄せ集め、急増パーティーです。なので、役割分担が大事だと思うんです。なるほど。それで、どんな風に割り振るんだ？カズマさんは後方で主に指示役、ダストさんは前衛でひたすら戦ってください。おう、サービス券のためだ。任せとけ。お前は何するんだ？私はできることがあるかわからないので応援してます。おい、だって戦闘なんてほぼ初心者ですし、仕方ないじゃないですか。いや、でも応援してるだけとか邪魔なだけだろう。さすがになんかやること見つけて。何してんのよ、こんなところで。リーン、やべえ。何がやばいのよ。その女の子は？こいつのことか。その俺の新しい女だ。ちょうどカズマに紹介してたんだよ。その子、なんか嫌がってない？今度は何したのよ、詳しく聞かせなさい。いや、こいつはだな。
まずい、このままじゃ。ダストのやつ、いらんこと口走るに決まってる。カズマさん、ここは一つだな。ダスト、聞いてるの？人に言えないようなことしてるんじゃないでしょうね。あの、実は私、先ほどからこの人に脅迫されてるんです。は？デートしてくれなきゃ変な噂をバレまくって。嫌だって言ってもずっとついてくるんです。私本当に怖くて。うわー、カズマ、本当なの？ああ、たまたま通りかかった俺が止めても言うことを聞かなくてな。そろそろ警察を呼ぼうかと。ちょっと待て、お前ら仲間を裏切る気かよ。ディーン、お前は俺を信じてくれるよな？俺は何もしてない。あんたってほんと最低。あんなに泣いてる子を前にそんな嘘が通じると思ってるの？リーン、こいつのことは俺が責任を持って警察に突き出しておく。だからこの場は引いてくれないか？わかったわ。そこの女の子、ごめんね、このバカが。あなたも気の済むまで殴ってやって構わないから。じゃあカズマ、あとは任せるわね。待ってくれよ、リーン。俺はこいつらにはめられたんだ。もう見えなくなりましたね。一件落着です。どこも落着してねえよ。ふざけんなよてめえら。仕方ないだろ、あのままだとお前は口を割ってたんだから。そうなったらアクセルの男たち全員の危機だ。だからって俺を見捨てんなよ。ったく、こんな薄情な奴らに協力すんじゃなかったぜ。すみません、ですが事情が事情なので。お詫びにサービス券を追加しますので、どうか。え、いいのか？え、ラッキー。この切り替えの速さ、やっぱダメだこいつ。気を取り直してギルドで情報収集しましょう。そろそろコウモリの住処が特定できているかもしれません。この巣場。すみません、以前お話ししたコウモリの件ですが。はい、なんとか住処を特定できましたよ。どうやら荒野を抜けた先の森を根城にしているようです。ありがとうございます。早速行ってきますね。お気をつけて。ただ、ミツルギさんがすでにコウモリ退治に向かったというお話を耳にしました。町の人が困っているのを見かねたとかで、もしかしたらもう討伐してくださっているかも。なんておせっかいなことを。私が討伐しなきゃ意味ないんです。そうなんですか。すみません、事情がよくわからないのですが。お姉さん、ありがとうございました。さあ、こうしてはいられません。カズマさん、ダストさん、出発しますよ。ああ、もちろんだ。ミツルギたちに負けてらんねえぜ。いってらっしゃいませ。カズマさんもダストさんも、なぜあんなにやる気なんでしょう。